はい、皆様それでは後半の方に入りました。この映画はですね、舞妓犯、これ3人ともこれ絶賛しておりますので、これまで見た方はもう一度、そしてまだ見てない方は必ず見てください。最後にこの映画の感想をですね、これをまとめてみたいので、日賀さん、はい、どうぞ。はい、マイコファンですね、まあ、1回目は阿部さんのですね、佐田尾さんの圧倒的演技力で、まあ、ミュージカルのように、そして先ほど言ったようにガイドとして見るのもいいんですけど、2回目以降で柴崎候補さんがですね、やっぱり阿部佐藤さんの前半の方で演じ役に分かれるんですね、はい、すごい分かれ方をするんですけども、うん、でも阿部佐藤さんを追って東京から京都に来まして、会社も辞めて、はい、そしてですね、なんと舞妓さんになるという決めて、で阿部佐藤さんとまた結ばれたいと頑張って頑張って、最終的にこう舞妓さんしか興味がなかった、阿部佐藤さんがなんか彼女気になるんだよねっていうところまで行ったっていうところ、恋愛物語として見るのもすごく、2回目以降は視点を変えてみるのも面白いと思います。はい、素晴らしいね。日賀さんってまだ23歳でしょ。え、じゃあ33歳です。 あ、そうなんだ。やばい、そうなんだ。23歳は言わない、けど、はいはい、でも永遠のアイドルの、まあ、23というはい、わかりました。はい、それでは清水さん。はい、はい、僕はまあちょっと古い人間かもしれないんですけれども、はい、まあ、昔の映画をたくさん見て、育ってきた人間 で、はい、で、まあ、今回この舞妓犯というのを見てですね、はい、まあ、昔の映画を見るようにして見る視点ではちょっとこの映画楽しめないと。で、まあ、例えばテンポの速さであったり、はい、物語の展開ですね、はい、そういうのをただひたすらこう消費するというか楽しんでいくっていう、そういう見方をちょっとこちらとしては持たないと、楽しめないのかなと。そういう意味では何かこう新しい、はい、まあ、ちょっと今までとは違う映画がこう生まれつつある、まあ、工藤館の脚本とこの阿部佐藤さんの圧倒的な演技、うん、で、まあ、そこにいろんな今まで見る物語の整合性であるとか、そういうのを導入してみてもしょうがないなというふうに思いました。まあ、一つの新しい映画だなというふうに、今が率直な感想です。さっき絶賛したばかりですから、けなしてはないんですね。見方の問題ですね、それは。はいはい、なるほどですね。で、私からはですね、この映画自体がその当ててるのは舞妓さんの世界で、はい、ただこれ男尊女卑の世界を扱った部分ってあると思うんですよ。だって男が、帯やら着物やら、スポンサードして、いわゆる谷町的に、ある富裕層の男が女を囲うわけですよ、はい、でそこにこう芸で尽くすというね、この社会を描いてるんで、で、私もねそこそこ年ですからね、昔チューピレンとか言ってね、ウーマンリブ、清水さん知らないでしょ、チューピレンって。チューピレンは聞いたことないです。中央ピル連盟だったっけね、なんか女性運動家たちがこう出てきて、ね、で世の中こう変わってきたわけなんですよ。70年代80年代90年代ずっと来て、で今この映画を見た時にね、これ男尊女卑はいけないという社会なんですけど、実は、伝来文化に関してはそのように、金あるものがそうやってこうなんか養ってきた歴史っていうんですか、そうやってこうずっと一緒に来たわけなんですよ。ところが、舞妓さんというのはこうビジュアル的にもこう綺麗だし、でこう日本をこうつまみ取ってどうだって外国に見せた時にこうすごく艶やかな、何が言いたいかというとね、美味しいとこだけ取り出そうとしている文化、これが本当に、世界に通用するのかと、はい、ここには本当は、昔で言うとね、はい、女の子がその、家が貧しくて売られていった子もいるだろうし、はい、そこに、いろんなそのスポンサーというか、まあ、谷町がついて、養ってきた、これはもう圧倒多数でそちらの歴史の方が長いんですよね。ところが、近年ここに来て、それはそのあれはいかんこれはいかん、そしてでも美味しいとこだけは残すぞと、これは日本の文化だと、でもこの辺で実はそれを抜き取って、じゃあ血液抜き取って人間なのかという話じゃないですか。
なんかそういうものは感じます ね、 そうですね。特にこのお相撲さんの世界だって現実問題として、はい、体罰ですか、ボッコボコにやって、それはいけないんですよ、暴力だから、うんうんうん、だけどお相撲さんの世界というのももともとしごきにしごいて、うん、昆虫ショーで上がってきた人が横綱まで上り詰めるというね、それ全部まとめて、お相撲文化一式でしょ、はい、でも今は、現行法に照らし合わせてですね、これ法に触れるのどうのこうの で文化は残したいんだけど、これはやめろあれはやめろでどん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 もぎ取られていって、最後根性なしのヘナチョコ力士になったらどうしようという、私個人的にね、うん、これ相撲に例えればですね、なんか、そういうものをなんか感じてしまいますね、はい、男尊女卑奨励してるわけじゃないんですよ、うん、そうじゃなくてもともとワンセットだったものをどんどん取り除いていくと、うん、本当に、伝来の文化として残るものを、今あるものを本当にこう後世に残せるかなというところは、非常に感じましたね、私、はい、司会のくせに最後一番長いというね、いやらしいやつですけどね、はい、そしたらまた、映画論壇第3弾、はい、ね、またこのメンバーで頑張りましょう、はいはい、そして大分のですね、映画好きの方、この放送はですね、まあいわゆる評論家の方たちが一般的に語ってること以外をできるだけ喋りましょうということで、自由な放送でありますので、映画なら私に言わせろという方がおられましたらどうぞいらしてください。本日誠にありがとうございました。さよなら。